リアク様、高級の旅館がこちらの。ん、わかった。まったな、義理のかんざしを本気にされたか。しかし美人の誘いだったらもったいないし、翡翠宮の侍女には一人しか渡してない。ということはあれか。さて、どう断るかな。失礼します。お待たせしました。ん？誰だお前。よく言われます。お前、化粧で化けるって言われないか。それもよく言われます。しかしまた俺を呼び出すなんて。実家に戻りたいと思いまして。実家？これがどういう意味か分かってるのか。身元を保証していただければ一時帰宅は可能と聞きました。呆れたやつだ。次女の身分で武漢の俺に身元保証だけをしろと。はい。そのためにわざわざ俺を呼び出したと。はい。強胆というか命知らずというか。つまりなんだ、俺は嬢ちゃんの里帰りにうまく利用されろってことか。いいえ、こちらもそれなりにお礼ができないかと考えています。ああ。六将官で花見はいかがかと。六将官、冗談だろ。一晩で一年分の給金が吹っ飛ぶ高級妓楼だぞ。心配ならばこの紹介状を見せればわかります。パイリ、ジョーカ、メイメイ。ますます信じられん。高級官僚でもなかなか手を出せない三姫じゃないか。信じられないなら仕方ないですね。申し訳ありません、お手間をかけました。ちょ非常に残念ですが他を当たりますので、この話はなかったことに。んこの女、他にも当てがあるのか。しかも紅水晶と金星のかんざし、明らかに俺より好感だろう。この嬢ちゃん何者なんだ。だとすればこの話もあながち、いやいや怪しすぎる。でももし本当ならあの三姫に出会える機会なんて今後二度と。俺はどうすれば。どうなさいますか。俺の負けだ。